おはようございます8月10日火曜日の東京インフォメーションです今年度3回目となる人権問題都民講座が開催されますおはようございます東京都人権プラザの吉田です東京都人権プラザでは今年度3回目となる人権問題都民講座コロナ禍と外国人労働者 技能実習制度を中心にを開催します外国人労働者は日本の産業を支える上で欠かせない存在である一方で国内では受け入れにあたって様々な問題が起きています不安定な雇用関係の下で働いていた外国人労働者がコロナ禍による倒産や解雇などで失職し必要な支援が受けられないといったケースも見られます コロナ禍に関連した差別など、排外主義的な風潮の高まりも懸念される中で、インクルーシブで多様性のある社会を目指す方向とはどうあるべきなのか、講座では特に、日本で低賃金労働の現場を支えている技能実習制度に焦点を当てます。国際貢献とという建前と 非熟練労働者の受け入れという現実から導かれる制度の構造的な問題をある技能実習生の軌跡を追いながら問いかけます講師は子どもの貧困などさまざまな社会問題に取り組む非営利団体の支援にも携わっているライターの餅月樹さんです今月二十日金曜日 午後7時から9時、オンライン会議システム Zoom を使ったウェブ開催です。定員は100人、応募多数の場合は抽選になります。お申し込みはこちらの QR コードのウェブフォーム、メールは普及三一ゼロ二アットマーク東京ハイフン人権ドット O-R ドット J-P、そして電話はゼロ三の六七二二のゼロ一二三で。 今月十三日金曜日までにお申し込みくださいたくさんのお申し込みお待ちしております続いても人権に関するお知らせです都では人権占領を募集しています都民の人権占領はさまざまな偏見や差別などから人権を守る思いを575の言葉で表現することで人権とは何か 差別とは何かについて考えるきっかけとなるように募集するものです募集テーマは世界中の人々と共に生きるために困っている人を見かけたらインターネットを正しく使うためにコロナ差別を思いやりやエールに変えて身の回りの人権の五つで一人一テーマにつき一作品全5作品まで応募できます応募資格は都内在住、在勤、在学の人で 今月三十一日火曜日までに、都民の人権潜入事務局のホームページ。または郵送でご応募ください。最優秀賞一点、優秀賞五点には、賞状と副賞が送られます。また、優秀作品は、さまざまな人権啓発のための事業で活用されます。詳しくは、ホームページをご覧ください。東京都水道歴史館デジタルアーカイブサービスが始まりました。 これは水道局が所蔵している古文書、古記録や絵図、写真などの貴重な資料の画像閲覧サービスです。カテゴリーやタイトル、キーワード、年表などから資料を探すことができます。掲載されている主な資料には、東京都指定有形文化財である浄水器や、明治から大正時代の羽村主水石の業務記録などがつづられた羽村日誌などの古文書、 江戸市中の浄水の砥石、配管を地図にした浄水砥石図や水役人の詰め所羽村神谷の図面などの江戸浄水近代水道に関する絵図さらには小うち貯水池工事の写真や淀橋浄水場や金町浄水場の写真など昔の水道関係の古写真などがあります。ここまでで東京インンフォメーションでした